制約であり道具でもある。しっかりと頭に入れておけ。もし忘れたらもう一回教えてやらなくもない。どうだ、なかなかお得だろう。前のように世界を旅する者は稲光、すなわち永遠なり。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに。ガリと頭に入れておけ。もし忘れたら晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下せます。もう一回教えてやらなくもない。それを回避する最善の策が法を知る者を同行させることだ。あら、雷が怖いのですか。この世で唯一無二の高貴なるものであり。また雨か。ああ、元王帝君様、私はお前の顧問に。いいぞ。セピロス騎士団火花騎士クレイ参上。リーウェ公の法律家の頂点に立つものだ。商事紛争、民事調停、刑事手続きとあらゆる分野に精通している。私が担当すれば。モンドガニが嫌い。クレイはお外で遊びたいの。テーブルの前でゆっくり殻を剥くのは。どうかご慈悲を。壁一面の法典がしけってしまう。おはよう。今日も頑張ってね。私はお前の顧問に。いいぞ。法律の解説は1条ごとに6000モラ。うん、みんな頑張ってね。飛ぶ場合は状況による。どうだ、なかなかお得だろう。お前のように世界を旅する者は面倒ごとによく巻き込まれるだろう。見に行かないの？見に行かないの？狩りなら私も得意だよ。どう？私の腕を見たくない？お前がそんなに行きたいのなら付き合ってやらなくもない。あ、そうだ、お前に一ついいこと教えよう。一部の店の商品は鮮度が落ちると売る。どうしたら美味しいムーンパイを作れるか知ってる？家で書類の整理をしようと考えていたが。それ以外なら大丈夫。冒険者たちの話は面白いぞ。もう行くのか。お前と一緒に冒険できて楽しかったよ。商事紛争、民事調停、刑事手続きとあらゆる分野に精通している。私が担当すれば解決できない案件な。運に恵まれない俺はどこに行っても同じだけどな。俺が冒険に出かけるときは行こうぜ。他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。ああ、まずい。こう言ったら大体雨が降るんだよな。クレイは手作業が得意なの。だから新しいのを作るからないの。テーブルの前でゆっくり殻を剥くのはクレイには向いてないよ。